Представим себе, что сейчас 1874 год, и мы находимся в России, а мы сейчас действительно находимся в России. Великий композитор Мусоргский только что закончил очень необычное и странное путешествие. А свои впечатления от этих путешествий, от видений своих, он отразил в шедевре фортепианной русской музыки в картинках с выставки. ロシア革命前夜、押し寄せる社会不安の中、ムソルグスキーはかけがえのない親友を失い、亡き友への哀戚の思いからこの名曲を生み出したのです。1881年、ムソルグスキーはこの病院で息を引き取りました。42歳でした。死因はアルコール中毒による心臓の衰弱と言われています。臨終の場面を当時の資料はこう記録しています。周囲に親しい者は誰もいなかった。ただ病院の介添え人が二人いただけだった。生前はほとんど評価されることなく終わった作曲家ムソルグスキー、孤独な死でした。ムソルグスキーが世を去ったまさにその年、ロシア皇帝アレクサンドル2世暗殺。この事件を契機にロシアは一気に革命の荒波に飲み込まれていきました。ムソルグスキー作曲「展覧会の絵」、その誕生の陰に秘められた物語は、革命の嵐を経ておよそ100年にわたってうずもれてしまうことになったのです。展覧会の絵とは、ある展覧会に臨んだムソルグスキーが出品された絵の印象をもとに作曲したピアノ曲です。ムソルグスキーの自筆の楽譜の片隅には、絵の作者の名がうっすらと鉛筆で記されています。ガルトマン、ロシアですら無名の芸術家です。ビクトール・ガルトマン、実は彼はムソルグスキーの親友でした。しかしムソルグスキーと知り合ってわずか3年後、39歳の若さで急死しています。1874年、ペテルブルグ、ネバ川のほとりの会場でガルトマンの展覧会が開かれました。彼の死を偲ぶ遺作展でした。会場には400点を超えるガルトマンの全作品が展示されていました。
親友の遺作展を見たムソルグスキーは魂を震わせ、何かに疲れたかのように作曲を始めたといいます。ムソルグスキーは出品された遺作の中から10枚の絵を選び、その印象を心に刻み込みながら10曲からなるピアノ曲展覧会の絵を作曲したのです。しかしこの遺作展の後、10枚の絵は革命の混乱の中で散逸、その半数は行方が全く分からなくなりました。アジアの伝統的な音をテーマにし続けてきた作曲家、ダン・イクマさん。作曲の道を志し始めた若き日のダンさんに大きな影響を与えたのが、ロシアの民族音楽家を代表するムソルグスキーでした。子供の頃からね、ムソルグスキーの展覧会の絵、あの曲は大好きだったんです。美しいし、それに構成がユニークなんですね。10枚の絵があるでしょう。その間にこの自分の心情を吐露する歩いていく部分が入ってるんですね。そういうことも珍しいし、それではその曲はどうしてできたのか、まあその元になったの、まず絵がどんな絵だったのか、これが見つかってたものもあるかもしらんけど、要するに我々の目の前には現れませんでした。この10枚をまとめて見て、そして一体どういう絵からどういう絵が音楽が生まれたのかを知りたい、これは長いこと思い続けて、いたことでした。ムソルグスキーがモチーフとした絵は現在その半数しか確認されていません。第1曲グノーム、まだ発見されていません。第2曲古城、まだ発見されていません。第3曲チュイルリー、まだ発見されていません。第4曲ビドロ、これもまだ発見されていません。第5曲卵の殻をつけたヒナの踊り、当時流行したバレエの舞台衣装のためのデッサンです。第6曲サミュエル・ゴールドベルクとシュミール、ムソルグスキーがモチーフとした絵は2枚あります。1枚は金持ちのユダヤ人、もう1枚は貧しいユダヤ人と言われています。第7曲リモージュの市場、まだ発見されていません。第8曲カタコンブ、パリの地下墓地を描いています。第9曲ババヤーガの小屋、置き時計のデザインです。ロシアの伝説上の妖怪ババヤーガの住む家を表現しています。第10曲キエフの門、ソビエト第3の都市キエフ市に再建が予定されていた門のためのデッサンです。ムソルグスキーの魂を揺り動かし、ピアノ曲展覧会の絵のモチーフとなったガルトマンの10枚の絵、現在その半数の5枚の行方は用として知れません。
5枚の絵については独ソ戦の時燃えてしまったとか旧東ドイツへ流出したとか様々な噂がありました。僕もヨーロッパへ出かけるたびに探し続けたのですが絵は見つかりませんでした。手がかりさえつかめませんでした。絵を見つけてなんとかこの曲の魅力を一層理解したいと今回の調査に期待は募りました。ペテルブルグを訪ねたのは9月でした。この街がこれまでのレニングラードという名前から革命前のサンクトペテルブルグの名前に戻ったばかりの時でした。8月のクーデターの直後、そんな混乱の中で絵を探せるものかどうか当初は不安でした。しかし調査を始めてみると民主化の流れが急速に進んでいることを実感しました。前にはどこの門も厳しく閉まっていて資料庫を調べることなどとてもできなかったのです。それが情報公開が進み今なら絵を発見できるかもしれないと思いました。行方の知れない5枚の絵を探す受け始めとしてまず音楽史の専門家に会いました。マリーナ・ラフマノワ博士、ソビエト科学アカデミーに所属するムソルグスキー研究の第一人者です。Ну, действительно, не все картинки с выставки Мусоргского, не все пьесы этого цикла до сих пор имеют установленные прототипы в картинах Гартмана. Вообще считается, что они потеряны, эти пять картинок, которые, по которым написаны пьесы. Очевидно, во время революции какая-то часть работ могла быть вывезена. Еще больше работ, наверное, осело в наших хранилищах. ラフマノワ博士はロシア国内では絵の調査が全く行われていなかったことを指摘しました。ムソルグスキーの死後100年を超える年月があったにもかかわらずなぜか絵は顧みられることがなかったのです。ムソルグスキーのふるさとカレボ、ペテルブルグの南西およそ800キロにある小さな村です。ここは典型的なロシアの農村で辺りには古い伝説や民謡が豊かに残されていました。村ではしばらくは民謡が廃れていましたが民主化の機運が盛り上がった最近になって再び歌い始められたといいます。ムソルグスキーはこの村を治める貴族の子として1839年に生まれました。幼いムソルグスキーは乳母からロシアの伝説や民謡を聞かされて育ちました。好奇に乗って子供をさらいにやってくるという魔女ババヤーガ、深い森や水に住む妖精たち、そんなロシアの精霊たちの物語と農民たちの素朴な歌がムソルグスキーを育みました。絵に関する一つの手がかりが見つかりました。ソビエト科学アカデミーの専門家たちは展覧会に出品された絵をめぐる資料を調べてくれました。資料は19世紀のある評論家が残したものでした。ロシアの民族芸術の重要性を主張した音楽美術評論家ウラジミール・スターソフ。スターソフは一方でムソルグスキーとガルトマンの数少ない理解者の一人でもありました。
ガルトマンの遺作展を主催したのがスターソフでした。これは彼が編纂した遺作展のカタログです。カタログにはガルトマンが残した生涯の作品の400点に上るタイトルが記載されていました。ムソルグスキーの曲と同じタイトルの絵はないのか、すべてを照合してみました。カタログナンバー239、グノームとあります。これは展覧会の絵の第一曲と全く同じタイトルです。子供のおもちゃのデッサンと書かれています。さらにカタログにはこの絵が美術アカデミーで行われたパーティーのために描かれたものだと記されています。美術アカデミー、ペテルブルグで最も伝統ある美術学会と大学が置かれています。ガルトマンはここで建築とデザインを学んでいました。1852年、18歳の時に入学し、8年間在籍しています。アカデミーには、ここを卒業した学生のほとんどの作品が保管されていました。その中に、ガルトマンの作品も残っているはずです。ビクトル・アレクサンドリッチ。作品を管理する研究員によれば、ガルトマンの作品の閲覧を求めたのは私たちが初めてということでした。作品は学生の卒業年次の順に重ねられています。1860年に卒業したガルトマンの作品は棚の一番下に保管されていました。このファイルには同じ年に卒業した5人分の絵がまとめて収められています。ガルトマンは美術アカデミーに12枚の作品を残しています。ペテルブルグで行われた産業博覧会の会場のデッサン、独創的なスラブ様式の門、当時としては斬新なデザインです。その中に紛れていたただ一枚の鉛筆書きのスケッチ。Эта работа тоже нами очень любимая. Это тот самый гном, которого мы все очень любим. Он с хитрецой, он лукавый и очень любимый вообще русским народом. ロシアの伝説に登場する愛嬌のある妖怪です。地の底に住み、奇妙な格好で歩き回ると言われています。ロシアの子供たちの多くが今もこのグノームの登場する昔話を聞いて育ちます。音楽美術評論家スターソフは晩年に展覧会の絵の回想録でこう述べています。その絵はグノームがついたての後ろから覗いている絵だった。ラフマノワさんたちソビエト科学アカデミーの専門家たちもこの絵が曲のモチーフとなったものであるとの結論を下しました。
グノームの発見によって見つかっていない絵もソビエト国内に残っている可能性が高いことが分かりました。ガルトマンの作品を求めてモスクワ、ペテルブルグをはじめとする美術館、博物館の徹底的な調査を行いました。その中で最初に有望と考えられたのがプーシキン博物館です。ペテルブルグプーシキン博物館、19世紀のロシアの文豪プーシキンを記念して作られた博物館です。私たちはここに第2局古城に関係する絵があるという報告を受けました。ガルトマンの作品は9点が保存されていました。そのすべてがルスランとリュドミーラというオペラのための舞台のデッサンでした。オペラルスランとリュドミーラはロシアの民話をテーマにしたもので当時盛んに上演されました。その中に一枚の古い城を描いた絵がありました。評論家スターソフは古城のモチーフとなった絵についてこう書き残しています。古い城、その前では吟遊詩人が歌っている。この絵には確かに城の前に佇む人影が描かれています。私たちはこれまでに別な場所で古い城を描いた2枚の絵を発見していました。しかしそこには人影は描かれていませんでした。ロシアの民話をテーマにしたオペラのためのデッサン、ソビエト科学アカデミーラフマノワ博士はこの絵が展覧会の絵の第2局古城のモチーフとなった可能性が高いと判断しました。展覧会の絵の冒頭を飾る2局はロシアの民話をテーマにした絵をモチーフにしていました。ムソルスキーは10曲からなるこの組曲をロシアの民族の音から始めたかったのです。展覧会の絵にはプロムナードという前奏曲が5回挿入され、曲の構成をユニークなものにしています。プロムナードはムソルグスキーが展覧会場を歩きながら遺作となったガルトマンの絵に出会っていく心の状態を表現していると言われています。このプロムナードはいつも同じ形をしていると思うとちょっと違って非常に悲しくなったり短かったりいろいろ形を変えます。僕はこの中にですね、ムソルスキーが友達だった死んでしまったガルトマンへの愛惜の念というか友情思いがとても込められていることを聞くんですね。ムソルグスキーにとってガルトマンの死は大きな衝撃でした。自筆の楽譜の片隅には鉛筆でこう走り書きされています。死んだガルトマンの創造精神が私の頭蓋骨に訴えている。やがて頭蓋骨は静かに輝き始める。ムソルグスキーとガルトマン、2人が初めて出会ったのは芸術家たちのパーティーの席上でした。音楽と絵画、それぞれの手法は違っても
ロシアの民衆の中に芸術の原点を見出そうという点で意見の一致した2人はたちまちのうちに意気投合しました。パーティーの様子を描いた絵には2人の特徴がよく表現されています。ムソルグスキーはグループの端に憤るおんどりの姿で描かれています。彼は仲間の中でも最も苛烈で妥協を知らない天才肌の芸術家でした。白いひげの男はパーティーを主催したスターソフ。ガルトマンはそのパイプの上に乗った小さな猿として描かれています。ガルトマンは威勢がよくいつも動き回っているいたずら好きな建築デザイナーの卵でした。ムソルグスキーとガルトマン、全く異なった性格の2人を結びつけたもの、それは当時のロシアでした。19世紀の末、ロシア帝国は革命前夜の動乱の最中にありました。1861年、ペテルブルク大学で始まったデモを発端として学生運動やストライキの波が全国に広がっていきました。農村では農民暴動が多発していました。1864年、皇帝は農奴解放令を布告しました。しかし2000万人を超える農民たちの生活は逆に苦しくなっていきました。当時の芸術家たちの活動を端的に物語る一つの名画があります。ムソルグスキーの仲間イリア・レーピンが描いたボルガの船引き。レーピンは船を引く労働者たちの苦しみに満ちた表情を見事に捉えました。ムソルグスキーの仲間たちは貴族のサロンのためのものと化していた芸術に反発し、自ら民衆の中に入り民衆の姿を表現しようとしていたのです。当時ムソルグスキーは農奴解放によって没落し、政府の下級役人となっていました。貴族から一転した下級役人としてペテルブルクの運河沿いの小さなアパートで貧しい生活を送っていました。この頃ムソルグスキーは自らの音楽の方向をはっきりと自覚しました。ロシア民族の歌を後世に残すことが我々の責任である、ムソルグスキーの言葉です。しかし彼の音楽はほとんど認められず、批評家からは素人の音楽だと酷評されました。ムソルグスキーは評価への苛立ちをこう語っています。画家たちは民衆の中で活動を続けている、だが音楽家は一体何をしているのだ。ムソルグスキーがガルトマンに出会ったのはそんな時期でした。ガルトマンも同じようにロシアの民衆の生活の中に自らの芸術のモチーフを求めていました。彼も建築デザイナーとしては認められていませんでした。友人たちですら彼を公表しました。ガルトマンは現実の建築を作ってもちっともうまくない、しかし存在しえない空想上の建築を考える時にだけ能力を発揮する。しかしムソルグスキーは暗い時代にあって明るさを失わないガルトマンの芸術家としての空想力に強く惹かれました。二人の間には深い絆が結ばれていったのです。第7曲リモージュの市場は展覧会の絵の中でも異色な明るい曲です。リモージュとは
フランスの都市の名前であり、この曲がフランスを舞台にした絵をモチーフにしていると想像されます。ペテルブルグ国立古文書館、ここでガルトマンがヨーロッパ旅行中に出した手紙が見つかりました。ガルトマンは4年間ヨーロッパ留学をしたことがあったのです。調査の結果、手紙からは絵の行方についての手がかりは得られませんでした。しかしここの資料の管理責任者は意外なことを教えてくれました。閲覧者名簿の中にこれまで誰も調べようとしなかったガルトマンの資料を20年前に見た人の名が記されていたのです。その閲覧者の名はスイソーエフ。1971年にここを訪れていました。コンスタンチン・スイソーエフさんの住まいはモスクワ郊外の年金生活者のアパートでした。スイソーエフさんは今年93歳になります。モスクワ市の経済研究所に勤めていた頃、偶然ガルトマンの名を知り、退職後本格的な研究を始めたといいます。自宅にはガルトマンの手紙や作品の写真が50点余り収集されていました。スイソーエフさんはガルトマンがフランスで描いた絵の写真を持っていました。スイソーエフさんによれば、絵は図書館の古文書を集めた部署に保管されているといいます。つまりフランスの絵は古文書の中にうずもれていたのです。私たちはサルティコフ図書館を訪ねました。調査にはラフマノワさんの他に、科学アカデミーの美術史建築分野の第一人者ボリソワ博士にも加わっていただきました。図書館にはフランスで描かれた鉛筆書きのスケッチが14枚残されていました。Но поскольку есть эпиграф Мусоргского к пьесе «Лемош», где как раз женщины ссорятся и ссорятся так ожесточенно, почти до драки, то может быть как-то содержание этой картинки и соотносится с пьесой Мусоргского. Других картинок, которые, может быть, окружали эту картинку, если она была на выставке, то это могло создавать какую-то атмосферу, да? Рядом с пейзажем. ラクマノワさんとボリソワさんの2人の専門家は、14枚のスケッチ全体の印象からリモージの市場が作られたのではないかと結論しました。だからリモージの市場っていう1枚の大きな絵があったのではなくて、市場のいろんな情景だの、喧嘩してるとこだの、いろんなことの、もうこれは本当に手帳破いて描いたような小さな、でもこれが全部展覧されたんですよね。ですからそこから一つの市場の情景を考えて作曲をしたということになりますね。第7曲リモージュの市場。ガルトマンは西ヨーロッパへの4年間の海外留学中、フランスに2年間滞在しました。リモージュは太陽の日差し明るいフランス中部の都市です。ここを訪れたガルトマンは
人々の生き生きとした生活をスケッチに残していたのです。第3曲チュイルリー、パリのチュイルリー公園で描かれた絵をモチーフにしたと推測されています。スターソフは子供の姿があったと述べています。専門家はこの絵がモチーフとなった可能性が高いと結論付けました。新たに発見した2枚の絵はガルトマンが海外留学中に描いたものでした。展覧会の絵の全体の構成から見るとこの2つの曲の明るさは新鮮で魅力的です。一度もロシアの外に出たことがなかったムソルグスキーにとってガルトマンの外国の絵は非常に印象的だったと思います。まだ暗く苦しい生活をしていたロシアの農民に比べて市民革命を経たフランスの庶民たちの自由な姿は明るい光に満ちたものに見えたのではないでしょうか。オペラ、ボリス・ゴドノフ。ムソルグスキーが自らの代表作と信じて世に送り出した作品です。17世紀のロシアを舞台としたこのオペラはボリス・ゴドノフという王位を奪おうとした英雄を主人公にしています。この中でムソルグスキーは民衆のたくましい姿を力強く描き出しました。しかし自信作であったはずのこのオペラは皮肉にもムソルグスキーを失意のどん底に突き落とすことになりました。ボリス・ゴドノフはオペラ委員会によって上演を拒否されたのです。上演拒否には明確な理由はつけられていません。しかし民衆を歌い上げたこのオペラは伝統的な西ヨーロッパの音楽形式と全く異なっていたからとも言われています。自信作に対する社会の冷ややかな反応はムソルグスキーを深く傷つけました。僕は頭が混乱し嫉妬深くなり、しかも激怒している。やがて彼は酒に溺れるようになりました。酒場へと通い詰める日々、親しかった友人も一人二人と彼の元を離れていきました。洗練された紳士だった男が持ち物を全て売り払って安酒場に入り浸っている。ボロを着て酒で顔が膨れ上がった男、本当にこれが私の知るムソルグスキーなのだろうか。友人の画家レーピンの言葉です。やがてムソルグスキーにとって心を打ち明けられる友人はガルトマンただ一人となりました。ペテルブルグ・トロベツコイ監獄、政治犯・思想犯が収容された監獄です。作家ドストエフスキーもここに一時投獄され、その後シベリアへ送られています。帝政末期、文学者や思想家への弾圧は強まり、ムソルグスキーのかつての友人たちもここに捕らえられ、やがて死んでいきました。弾圧はユダヤ人にも加えられました。当時ロシアに住むユダヤ人の間で歌われた祈りの歌、
ムソルグスキーはこうしたユダヤの哀切なメロディーを自らの作品の中にしばしば取り入れています。第6曲、サミュエル・ゴールドベルクとシュミーレは二人のユダヤ人の姿をテーマにしています。毅然とした態度、弾圧を受ける前の姿でしょうか。そしてこの姿は暗い時代の中で打ちひしがれた姿なのでしょうか。当時ロシアには世界の半数以上のユダヤ人が住んでいました。政府は革命前夜の社会不安の原因をユダヤ人に転嫁しようと徹底的な弾圧を始めていました。19世紀の末、ロシアで殺されたユダヤ人の数は数万人に上るといいます。ユダヤ人の多くは弾圧を逃れようと次々と国外へ脱出していきました。10枚の絵のうち最後に1枚の絵が残りました。その絵をモチーフとした曲が第4曲、ビドロです。ビドロとはポーランド語で一般的には牛を意味します。ムソルグスキーは評論家スターソフに宛てて謎めいた手紙を残しています。そこにはビドロ、これは牛舎ということにしておこうと記されています。牛舎を描いた絵はこれまでの調査ではソビエト国内のどこにもありませんでした。ビドロのモチーフとなった絵についての手がかりは曲の解釈の中にあるのではないか。展覧会の絵を演奏しチャイコフスキーコンクールで特別賞を受賞したエルモラーエフ氏を訪ねました。あのね、展覧会の絵の中のビドロって曲あるでしょ。あのビドロについてのね、あのエルモラエさんの考えを聞きたいんですよ。お、ダンさん、это очень интересная пьеса. Она очень простая, как кажется, с виду. В ней просто аккомпанемент и мелодия, очень простая мелодия. Но они так необычно соединены.Почему-то этот аккомпанемент напоминает нам очень известный траурный марш Шопена. Шопен. Да, Шопен, траурный марш. Само слово польское по своему происхождению, такого русского слова нет. Так что эта пьеса представляет какую-то загадку, потому что было это рабочая скотина в переводе с польского языка на русский язык. И мы не совсем понимаем, почему эта пьеса так называется, и она столь трагична.ビドロという言葉には他の意味はないのか。19世紀のポーランド語辞典を調べてみるとビドロは確かに牛を意味しています。しかしビドロにはもう一つの意味が隠されていました。この言葉には家畜のように虐げられた人々という意味もあったのです。ムソルグスキーがモチーフとした絵は牛を描いたものではなく別な絵である可能性が出てきました。ガルトマンの絵をもう一度調査し直す必要が生じました。
ガルトマンがポーランドで描いたとされる絵はこれまでの調査では1枚だけ確認されています。モスクワから列車でおよそ2時間、アブランツェボという小さな村の美術館にその絵は所蔵されています。アブランツェボ美術館にあった絵は牛舎とは何の関係もないものでした。絵の題名はポーランドの反乱。鉛筆書きのスケッチには銃を持った兵士とその前で処刑されている民衆の姿が描かれています。これが首を吊る台みたいだね。美術館の記録によるとこの絵はポーランドを訪れたガルトマンが1860年代に描いたものといいます。ギロチン。だ、ギロチン。3回の。重々しい絵だね。1860年代、ポーランド各地では長年にわたって支配されてきたロシアからの独立を目指す反乱が相次いでいました。ポーランドの民衆が民族解放運動と連携して蜂起したのです。しかしその蜂起はことごとく鎮圧されていきました。この絵がビドロと関係があると思いますか、先生？ну, наверное, это трудно сказать точно, но поскольку в пьесе Быдло идет речь о Польше, и тут, несомненно, польская сцена тоже, какая-то связь между этим может быть. Ну, вот Михаил Георгиевич, как между музыкой? Конечно, это Быдло, конечно, связано с темой траура, с темой напряжения, с темой какого-то насилия, может быть, даже. の民衆を支持したロシアの活動家たちは弾圧を受け次々と投獄されていきました。知識人たちにとって、そしてムソルグスキーにとっても、ポーランドへの共感を表明することはタブーだったと言われています。ムソルグスキーは弾圧への警戒から、この曲の表面上の意味を牛舎ということにしました。しかしビドロという言葉の持つもう一つの意味、虐げられた民衆をこの曲の本当のテーマとしたのです。第8曲カタコンブ。絵には地下の墓地に立つガルトマン自身の後ろ姿が描かれています。ガルトマンは自らの死を予感してこの絵を描いたのでしょうか。曲はムソルグスキーのガルトマンへの鎮魂歌です。1873年7月、酒に溺れるムソルグスキーのもとに一通の電報が届きました。ガルトマンの妻からの電報は夫の突然の死を告げていました。初めての出会いからわずか3年、
固い絆で結ばれた二人に訪れた別れでした。たった二行の短い知らせは僕を打ちのめした。僕はベッドに倒れ込み、そのまま翌日まで起き上がることができなかった。ムソルグスキーはその時の衝撃をこう書き残しています。ガルトマンが亡くなった半年後の冬、美術アカデミーの会場で遺作展が開かれました。亡き親友の作品に再会した時、ムソルグスキーは自らのうちに込み上げてくるものがあることを感じました。そしてムソルグスキーは何かに疲れたかのように10曲からなる展覧会の絵をわずか3週間の間に作曲したのでした。ムソルグスキーが残した手紙、そこには死の一月前、ガルトマンと最後に出会った時の記憶が綴られています。ガルトマンが突然街角でうずくまった。今から思えばあれは心臓の発作だったのだ。だが僕は全く気づかなかった。なんて愚かだったのだろう。もし気づいていれば何かしてやれたはずなのに。絶筆となったガルトマンの手紙、そこにも同じ記憶が綴られています。僕はあの時死が近いことを感じ、とても取り乱してしまった。なのにムソルグスキーはとても親切にしてくれた。ムソルグスキーは僕にとっていつも神様のような存在だった。それにしても綺麗なとこで生まれたんだなと思いますね、こんなとこに生まれて育てば、その人間にとってやっぱりここの風土というものが影響しないわけはないですよね。ムソルスキーが一生続いて、ロシアの大地の中から響くリズムを、そしてロシアの風土のメロディーを書こうとし続けたのがここに来てよくわかる気がしますね。一方彼はとてもいい友達を持ったわけでした。ガルトマンという若い絵描きでした。この絵描きとの交流というのは、つまり単なる友達というより、やっぱり彼もロシア人はロシアの芸術を作ろうという意味で共通したものを持ってたからでしたね。そして、彼が同志として大変お互いにこう結びついていたのに、片っぽが死んでしまうと若く、そして遺作展をムソルグスキーが見に行くと、そうしてこの友達を悼むということと同時に、やはり一緒に目指したロシアの音楽というものをどうしても彼は描かなきゃなんなかった。そして生まれたものが展覧会の絵だったわけですよね。僕は今度の旅をして、この今まで考えていた展覧会の絵というものと違ったもの、もっと足が地についた、そして、あの音楽がもっと深いものだということを知ることができました。このことは非常に幸せだというか大きな経験だったと思いますね。
ムソルグスキーの死後ちょうど110年。1991年8月20日、クーデター勃発の翌日、ロシア共和国最高会議に立てこもったサハロフ夫人は民衆に向かって演説を行いました。ソビエト市民は本当の自由を獲得するのか、それともビドロ、つまり虐げられた民衆のままで終わるのか、今が瀬戸際だとサハロフ夫人は訴えたのです。ビドロ、それは展覧会の絵第4局の題名でした。ウクライナ共和国の首都キエフ、展覧会の絵はこのロシア最古の都をテーマにした第10局キエフの門で締めくくられます。キエフの門、この門は11世紀にロシア最初の統一王朝によって作られたもので、ロシア民族の誇りを象徴してきました。ガルトマンは当時荒れ果てたままになっていたこの門を絵の中で見事に再現しました。ロシア民族の誇りを示す兜の形の屋根、鐘楼を持つロシア正教会、絵はあくまでも明るく、ガルトマンが理想として描いたロシアが豊かな空想力で表現されています。展覧会の絵、それはムソルグスキーとガルトマンが描き続けてやむことのなかったロシアへの賛歌を歌い上げているかのようです。